今回僕と初 MC になりますワクセルコラボレーダーの萩野園子さんに、今回 MC をやっていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、で今はどういったお仕事をされていますかね。6年前に個人サロン、エステサロンをオープンさせていただいて、完全プライベートで、また大手とは違って、あの一人一人に合った施術をあのオーダーメイドみたいな形で、はい、させていただいてます。今回初めての MC ということで盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。今回のゲストはコウタさんになります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。もう、はい、もうなんかもう今まあ座られてるんですけども、スタイルものすごいですよね。ありがとうございます。嬉しい。いや、もうなんかこうエネルギーがすごいなっていう感じなんですね。光栄ですね。早速フリップを出させていただきます。はい、こちらですね。はい、コウタさんのご経歴になります。1962年、東京都生まれになります。で1984年にアメリカニューヨークのパーソンズ美術大学に在学中にスカウトされ、アートディレクターになられます。このアートディレクターっていうのはどういったようなものになるんですか。いわゆるその昔でしたら84年ですから、私の時代にはまだコンピューターグラフィックスなんかなかった時代です。すべ、はい、てその広告を線を引いて絵を描いて、もしくはその写真を撮るっていう形なので、はい、その広告のイメージ、絵作りですよね、はい、を作ってました。それとあとはコマーシャル作る時の絵コンテ描いたり。それをなんで最初にやられようっていうか思われたのかなって思うんですけど、当時はね、世界中に点々とオフィスを持ってる広告代理店です。で営業の方たちがニューヨークなりロサンゼルス、ロンドンなりにいわゆるその出向として行かれるわけです。で現地の、まあ、例えば日本のカメラ、日本の自動車、はい、そういったものの広告を向こうで作っていくと。で営業の方々はそういった会社の日本のやはりやっぱり出向されている営業の方々と接待なりいろいろとね関係を持たれるからいいんですが、はい、いざ広告を作るとなると、アートディレクターだけは日本から出向されてるんですが、皆さんやっぱり言葉の問題がある、うん、で現地のアートですからコピーライターみんな現地の方なんですよ、はいはい、そうすると営業会議、また広告を作る時の会議になると全然意思の疎通が取れなくなって、うん、で日本人のクライアントと日本人の営業、日本人のアートディレクターはみんな日本語で話して、コピーライターがそっちのけになってる、はい、で会社内でいろいろとそういった問題が出てきた時に、次世代のアートディレクターにはやはり絶対広告の業界でも日本語を、日本語英語を調べれる人間が必要になってくるだろうと、うんうん、で確かに、非常にこれはもう厳しい漫画家のね、はい、いわゆるそのでお弟子さん、はい、アシスタントみたいな仕事ですから昔は、はい、線引いて朝の9時から夜中の3時まで起きて仕事してる。でそういったものだとやっぱり広告代理店にの人間としては美術大学から引っ張ってきて、うん、一から鍛え直してやろうっていう向こうのその思惑があったんですね、はいはい、そこに私がぴったしハマっちゃった、はい、私のその父親がもともと新聞記者だったんです。海外特派員で、東京生まれなんですが4つの時にロンドンに行って、はい、ロンドンで1年半でそこから今度は国連勤務になってニューヨークに移るんですね、はい、で小学校2年生の時に東京に帰ってくるんです、うん、ところが日本があんまり喋れないと。で、うん、昭和44年なんですけど、もう早くも学歴レースのね、そういった社会になってて、当時 の, その校長先生が、コウタ君はもう一回1年生からやり直しさせた方がいいと。1年からやり直しになるんですが、わずか東京に6ヶ月しかなくて、今度父親はインドに転勤になっちゃう。1969年の秋。1969年。で、今のインドと違いますよ。テレビもラジオも何もないような時代です。小学校1年から6年生まで全校36人っていう日本人学校に行ってたんです。で、中1まで東京にいたんですが、中2になる時に、また父親が仕事を変えてロサンゼルスに一回戻る。で昔覚えてた英語っていうのは子供は引き出しが少ないからもう感覚としてしか覚えてないんですね。そこでもう一回中2をやるところをもう一回中1からやり直しをさせられた。まあそのうちにやっぱり思春期に入ってくる。それからまた後で話しますけど、もともと私はその物心ついた時から僕は男じゃないと、僕は女の子なんだっていうような問題もありましたし、はい、まああまりにもその普通じゃないような育ち方をした、うん、で今非常にあのかいつまんで話してるんですけど、ハイスクールを出るまで私は17回転校してるんです、世界中、うん、
で最後の2年間っていうのが、はい、やはり両親もちょっと気づき始めて、こいつのその精神を心底から叩き直そうっていうんでね、アメリカのカールズバートにあるアーミーネイビーアカデミーっていう軍隊学校に2年間に出られるの、聞こえはいいんだけど今はいい学校なんですよ、はい、でも当時ね1978年9年の時はミシシッピー川の西の全米中のワルが入れられる、そうなんですか、 いわゆる明日のジョーが入れられてたようなとこなわけ、うん、でますますそこで悪くなっちゃう、まあ一応ね、そこを卒業した時には一応軍曹を第1級で卒業してるんですけど、ね、まあそんなこともあったのね、はい、でなのでそのようやくもしかしたらこれがアートディレクター、はい、ね、軍隊学校中には全然絵を描けなかったんですけども、なんとかそういった感覚の世界、そういった作り出す世界で入っていきたいと思って入っていったわけです、はい、ごめんなさい話が長くなっちゃった、いやいやいや、はい、ありがとうございます。でそこから、1997年、ニューヨークヤンキースの伊良部秀樹選手や、の通訳や野茂英雄選手、吉井正人選手の通訳や広報を務められ、巨人とヤンキースの業務提携や WBC の開催にも尽力されたということで、これ突然アートディレクターから通訳にこう変わられてるんですけども、そう、今の伏線が生きてきます。これその前にね、そのフリップにちょっと書いてないから言うんですけども、はい、アートディレクターになったのが84年なんです。うん、で、まあある人を通じて私がそのもう今亡くなりましたけど、ダイエーの中内さん。中内オーナーのことをちょっと存じ上げてるんですね、はいはい、で88年に南海ホークスを買収されて、福岡大ホークスになった時に私は球界に入った、でそのねアートディレクターやってれば今もうこの年ですから、うん、来年も還暦なんですけども、それこそもう定年間際でシニアアートディレクター以上のいいポジションにいたかもしれません。ところがそういった自分が一体何者なんだろうっていうところもそこでちょっと出てくるわけです。でいくら心の中で自分は女の子だと言っても、私は野球少年でギター少年でもあったわね、うん、で野球が大好きで大好きでしょうがなくてずっとやってたので、どうしても当時、はい、で皆さんその球団的通訳とかこうあの生涯担当やられてた方がご高齢の方だったり、もしくは選手上がりで言葉を覚えた方だったりするわけです、うん、その異文化っていうのはあまり理解してない方が多かった、はい、そこで私はぜひやりたいと、うん、まあ、みんなから言ったらそのおかしくなったのか、はい、何考えてんの、こんな花形みたいなニューヨークのアートディレクターという仕事をして、うん、なんで福岡大ホークスに入って通訳なり障害担当やろうとするんだ、はい、やっぱり自分探しがちょっと始まってたんですよね、本当のこと言うと、まあでも確かにすごい野球は愛してましたし、で福岡大ホークスで杉浦監督から田淵監督になって、うん、そして93年の時に、亡くなった根本さんにスカウトされて西武ライオンズに入る。で西武ライオンズで黄金期です。清原、秋山、茂さん、辻さん、田辺、伊藤、渡辺、あの時代です。で97年まで西武ライオンズにいたんですよ、はい。森監督から東尾監督になった後です。うん、でちょうどその時に、とある方から、はい、お支えを受けまして、こうちゃん。イルブをヤンキーズに入れようと思ったんで、どうヤンキーズに入らないっていう形で、ところがそのやっぱりイラブ選手が移籍されるまでは大変なその法的な手続きが必要だったんで、うん、まず私が西武ライオンズを退団して97年の1月に太平洋幹部、業務部長という形でヤンキーズに入るんです、うん、でそこでやがてパドレスからヤンキーズにトレードで入ってくるイラブ君のためのお膳立て、通訳を決めたり広報を立てたりそういうことをするはずだったんです。ところがやはり、まあ、イラブ君も、ね、なかなかまあいろいろあったんですけど、ね、結局だから私以外にそういうことをやる人間はいなくなった。あニューヨークって事情も分かってましたし、はいうん、それで、まあ、その1年はイラブ君の全てのことを広報を含めてやったわけです。ところが1年目97年イラブ君の成績が振らなかったんで、当時の有名な名物オーナーのスタインブレナーオーナーが、うん、なんでイラブの調整が悪いの、誰のせいだっつったら、球団のある人間が、いやあのコータってやつのせいですよ、で12月のね第1週に首切られるんです。でその時にずっと私はその広報も兼ねてたんで、うん、そのありとあらゆるその新聞記者の人たちとも仲良かった。であるデイリーニュースのスポーツ記者がクビになったって電話かけてきて、コータ12月の
ね、こんな幸せの幸せなんて言葉は英語にはないけど、ね、年のせいになって首切られてお前どう思うって言ったから私はそこまで、ね、また黙っているのになんだこれはパールハーバーのねに対しての報復かって言っちゃったんです、ね、でそこで12月に出るはずだった給料カットされて、で翌年98年は壇野村さんの事務所でその代理人としての勉強をロサンゼルスでやるんです。でその時もちろんイラブ君もいましたし野茂さんも吉井さんも、マックス鈴木も、ね、そういうのがいたんです。でそこでまた98年にスカウトされてニューヨークのやつに入る。でちょうどボビー・バレル投げの監督の時です。日本人選手では吉井さん、野茂君、そしてマックス鈴木がいました。で日本でニューヨークメッツがその開幕戦をやった時に読売にスカウトされて、それで読売巨人軍にある。で巨人軍でニューヨーク事務所を立ち上げてヤンキースとの業務提携、そしてあの時はまだ WCBC という言葉じゃなかった、ワールドカップオブベースボールだったんだけど、3つに3年間のその仕事をやってるんです。 WBC の盾、その企画、そしてヤンキースとニューヨークヤンキースと巨人軍との業務提携を、それとある選手をヤンキースに入れるためっていうことをやっててね。でちょうどニューヨークと東京が13時間から14時間の時差なんで、で朝の9時からニューヨークで働いて帰ってくると今度は東京が起き始める。でそういう無茶をやってたんですが、ある日やっぱりずっと自分の心を収めてたものが WBC で王さんが優勝した時にサンディエゴで爆発するわけです。こんなことやってても、まあ、確かに球界で偉くはなるだろうと。でもお前何かずっと嘘自分でついてないと。そうだ、私は女性だった。でそれまでのいろんな遍歴もその場にいれば反対なのに、なぜそれを崩してまたやってたかっていうと自分に嘘をついてたからだったんです。自分が本当に一生懸命やってれば浮かばれないと思っても絶対誰かが見てるっていう。